東京都第9区はかつて存在した衆議院の選挙区。1964年の公職選挙法改正によって新しく生まれた選挙区でそれ以前は5区の一部だった。定数は3。1964年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。 当日有権者数、68万309人。投票率 60.、60.75%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、66万8334人。投票率 65.、65.44%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数。 64万9684人、投票率 62.、62.89%。第37回衆議院議員総選挙12月18日執行、当日有権者数、63万9963人、投票率 59.、59.74%。第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行、当日有権者数。 636,261人、投票率 68.、68.15%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、635。322人投票率 55.、55.53%、第34回衆議院議員総選挙12月5日、執行当日有権者数、645,339人。 投票率 65.、65.99%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、64万1398人、投票率 62.、62.37%。第32回衆議院議員総選挙12月27日執行、当日有権者数、63万8869人、投票率。 56.83%第31回衆議院議員。総選挙1月29日執行当日有権者数、638,327万 8, 人。投票率 66.、66.81%。ありがとうございます。